藤田文武君、はい、はい、藤田君、日本維新の会の藤田文武でございます。今日は冒頭地方創生臨時交付金について質問したいと思います。補正予算で、1兆円のが確保されまして、自治体に幅広く分配されたわけですけれども、まず冒頭これ分配されるにあたってのこの計算根拠、どのようにな計算に基づいて分配されたか、これお聞かせいただけますか。長谷川地方創生推進室室長、はい、お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症対応地方創生、委員長失礼しました、臨時交付金につきましては補正予算成立後直ちに制度内容や交付限度額につきまして各自治体に周知したところでございます。今回の第一次の交付限度額の算定方法につきましては、今回の配分は1兆円のうち地方単独事業分として約7000億円を配分したものでございまして、感染防止対策については都道府県が担う役割を踏まえて都道府県と市町村の割合を1対1で配分し、人口、新型コロナウイルスの感染状況、財政力等を加味して個々の自治体に対する交付限度額を決定したものでございます。なお国庫補助事業の地方負担分等に相当する交付限度額につきましては各府省の執行状況を踏まえまして今後別途通知することとしているところでございます。ありがとうございます。これレクの時にもですね、計算根拠をいろいろ細かく教えていただいたんですが、大枠でいうと割と幅広く、全ての自治体を対象としてばらまくと、これは1回目としては私はこれ全否定するものではなくてスピードの観点から、何らかの形で決めないといけないのでいいかと思うんですが、これやっぱり第2弾今第二次補正予算でも検討されておりまして、これちょっと考えていただきたいのはですね、この傾斜配分をもう少しきつくしてですね、特に都心部、特にいわゆるこのコロナの影響が長期化したり、または感染のリスクが非常に高い、たくさん対応を打たないといけない、保証もやっぱり上回しないといけないというところにですね、やっぱり傾斜配分をきつく、特に都心部にしていただきたいというのがあります。でこれ都道府県と市町村の1対1の比率っていうのは、これは第一弾でなされたわけですけれども、これちょっと現場の自治体の状況ですの肌感を、私も地元なんかを回って市長さんとかと意見交換するんですが、いわゆる財政力によって、財政規模によって打てる対策っていうのにかなり制限がかかってきていると。具体的に言うと、例えば事業者に対しての都道府県がやるのに加えて自治体市町村がプラスアルファで例えば20万円なり30万円なり事業者に対して協力金をお支払いするっていうところが、結構自治体の中でもあるんですけれども、これ財政力が小さいところ、人口規模の特に小さいところなんかはその追加をやっぱり打てないってなると、どうしてもですね、この隣接しているところでいうと、不満がこう結構出てくるわけです。そういう意味で、これそもそも緊急事態宣言の発令によって都道府県知事に自粛要請だったり、そういうメッセージを放つ権限が移行されて、でそこでいろんな対策をそれに合わせて打っていくというのが、これ今のそもそもの枠組みになっておりますから、もう少しですね、この都道府県に比重を置いて、そしてそこからさらに再分配するというやり方もあるでしょうし、自治体のニーズに合ったその支援策を考えていくというような方が、私は合理的じゃないかなというふうに思います。なので、今日意見として申し上げたいのは、傾斜配分をもう少しきつくしてですね、都心部に特に注力すべきじゃないかと思いますが、これ政府の見解いかがでしょうか。藤原内閣大臣政務官。自治体ごとの交付限度額につきましては人口、感染状況、財政力などに基づきまして第一次の臨時交付金につきましては設定をしたところでありますが、感染者数が多くその対策に迫られている大都市の自治体を含めさまざまな地域がある中で多くの自治体から金額をさらに増やしてほしいといった声が寄せられております。第2次補正予算における本臨時交付金の取り扱いにつきましては先ほど委員ご指摘 の都道府県と市町村の配分割合含めてですね、今後地域の声や実情をしっかり見極めながらその扱いを検討していきたいと考えているところであります。藤田文武君。これそれぞれ私も地元だったり、特に大阪選出なんで大阪の状況なんかを特に注視しているわけなんですけど、大阪非常に感染拡大が
のリスクが非常に高い地域でもありますから、これ市町村の、まあ、それぞれの状況様々だと思うんですよね。で確かに自治体からすると、まあ、少しでも増やしてほしいというのはこれはまあもうその通りだと思うんですけれども、限られたお金をですねどう分配するかという意味では、私はまあ都道府県にかなり自由裁量で使える資金をですね注入してあげるっていうのはこれは必要なことだというふうに思いますので、ぜひとも政務官よろしくお願いを申し上げます。それから後半法案の方に入りまして、法案の中にですね地方議会議員選挙の立候補届についてが、まあ、盛り込まれております。これ立法事実としては、まあ、住所要件を満たさないものが当選を得られないことをちゃんと周知するという、まあ、趣旨で、まあ、実際にもそういう事例がありました。で、まあ、これによってしっかりと宣誓内容に当該選挙の期日において住所要件を満たすものであることを見込まれることというのを追加したというのは、まあ、これはいいことだとは思うんですが、そもそも論としてやっぱりこの地方議会議員選挙のあり方についてはやっぱりもう少し考えないといけないんじゃないかというふうにまあ思います。で、まあ、問題意識としてはですね、そもそもこの住所要件というのは、まあ、地方議会議員選挙にはありますが、まあ、首長選挙にはありませんと、まあ、国会議員にもないというところで、この住所要件については私はまあそろそろ考え直さないといけないんじゃないかと、つまりまあ端的に言うと外した方がいいんじゃないかというふうにまあ思っています。というのも地方議員のなり手の問題というのはずっとさまざま言われておりますが、今地方創生この委員会で地方創生委員会で取り組んでいることで町人仕事創生総合戦略にもありますが、やっぱり今この地方の人口をいかに増やすかということの中に、まあ、一つの手法として関係人口という概念がまあ今回盛り込まれてますよね。でこの関係人口でそこに居住していなくてもその地域に貢献したり、まあ、そこで経済活動を営んでもらったり、まあ、半ばゆくゆくの移住を促していくという回しがかりとして、まあ、盛り込まれてきたというまあ経緯があって、まあ、私はそもそもその総合戦略の中でそこにまあ目標設定を落としてしまうのはどうかという議論は少しまあ抱えてはいるんですが、まあ、悪いことではないと思ってるんです。でそういう中でこのやっぱりこの居住しているということがイコールその自治体、まあ、その市町村を良くするということにまあ、イコールにならない時代にやっぱり突入しているというのはこれ時代の要請だというふうにまあ思います。で特にこれ新型コロナの影響で新しい生活様式が問われる中で、まあ、実際に会わずに会社なんかでは実際テレワークだったりとか、まあ、実際に拠点にいちいち行かずにしっかりとしたパフォーマンスを発揮して会社に貢献するっていう働き方も、まあ、政府ももちろん推奨するし世の中も求めていくという中で、この地方議会議員選挙、まあ、つまり市政を市政を司る首長は、まあ、広く人材を求めるために住居要件を求めていないに対して、そのチェック機能である議会の議員が、まあ、住居要件が厳しく設定されるというのは、これは、まあ、少しこの本質的な問いに、まあ、向き合っていかないといけない、そろそろ変えていかないといけないんじゃないかと思いますが、この点についてご見解をいただけたらと思います。赤松選挙部長。お答え申し上げます。被選挙権に関してでございますけれども、ご指摘のように地方議会議員の選挙につきましては住所要件というのが法定されており、知事市長村長の選挙については住所要件というのは課されていないということでございます。地方議会議員につきましては、地方団体が地縁的な社会であるという面から、その代表者の選出にあたっては一定の居住条件関係の存在が必要であるというふうな観点を考慮したものと考えられておりまして、明治21年の市政町村制、あるいは明治23年の府県制の制定当時よりその要件とされてきたところでございます。一方、ご指摘の知事市町村長についてでございますけれども、戦前は知事は官選、市長は市会による選任ということになっておりまして、住所要件というようなものは存在をいたしませんでした。戦後になりまして、町の直接公選制が導入されたわけでございますけれども、その導入に際しまして、広く人材を得るという観点から住所要件は設けないというふうに、設けないこととされたようでございます。
地方議会議員の住所要件につきましては、地方議会議員と地域のつながりという観点から、制度としては定着をしておるというふうに考えてございますが、その見直しについては、さまざまな意見があるということも承知をしておるところでございます。住所要件の見直しにつきましては、住民の代表機関と住民のつながりをどう考えていくのかというようなことに関連するものでございますので、選挙制度の基本に関わるものでございますので、各党各会でご議論をいただくべき事項であるというふうに考えておるところでございます。藤田文武君。今、ルール、歴史を述べていただきまして、それもよく理解しておりますが、やっぱりこの、特にこの新型コロナの影響もあって、生活様式も変わっていかないといけないし、その市町村が抱える課題というのも、いわゆる実際にそこに長らく住んでいて、地元の声を生に聞くということももちろんこれからも大事ですが、やっぱりこの市町村なんかでも都市間競争の時代、そして世界にも目を向けていかないといけない時代という中で、幅広く人材を求めないといけないと同時に、そこに住んでいるということが果たしてそれにイコールとして寄与するのかというのは、もうこれは疑問を呈さざるを得ない時代に突入しているんだろうというふうに思います。我々もですね、平日東京に住んでますけれども、地元のことを全然知らないかというとそうじゃなくて、私はもちろん先日の大阪府寝屋川市というところに、住民票ありますし、そこに家もありますけれども、もちろん帰った時にいろんな地元の声を拾い上げる工夫をありとあらゆることを考えてやるわけですから、それは市町村議会の方々も同じことだというふうに思います。ぜひともこれ前向きな検討を、政府においてもしていただきたいし、党としてもこれから取り組んでいきたいことだというふうに申し上げたいと思います。それから関連してですね、選挙について緊急事態宣言下やまた外出自粛要請下においてもですね、選挙が通常通り行われております。で、実は私の地元の選挙区でもですね、市長選挙と市議会議員選挙が3月に行われました。で、ごめんなさい、4月かに行われましたで、これ実際に関わってみるとですね、本当にこれ難しい選挙だったんですね。この先生方の中にも地元選挙あったところもあられると思います。衆議院選挙も先日ありましたね。で、これ実際にはですね、活動のかなり多くの場面で制限されると、事実上制限される。で、まさにおっしゃるようにもう本当に有権者の方から今何をやってるんだというふうに怒られる。で、実際に今回市議会議員選挙でも証紙を貼ったビラが認められましたね。で、これ証紙貼りは大体、我々衆議院選挙やったら事務所に来ていただいて、ボランティアの方に皆さんに貼っていただくと、これも明らかに3密で接触が多い、こういうことを一つ一つ考えるとですね、今後の選挙の在り方というものについてやっぱり問うていかなければいけない。で、私は持論としてはオンライン投票を最終的にはやるべきだというふうに思いますが、これは長い議論として時間がかかるものともちろん認識していますが、そこに向けていろいろやっていける工夫というのはたくさんあると思います。いわゆる前時代的なこの選挙制度というのを問い直していかなければいけないというふうにも思います。で、それをこの今回の新型コロナにおいては、それを機会としてこの改革を前に進めていくというやっぱり方向性をやっぱ示すべきだというふうに思います。で、その中で、今回実際にこの民主主義が適切に機能できるかどうかにまで関わるような、このつまり街頭演説もできない、こうチラシも駅でも配りにくい、マスクをしなければ駅にも立てないという状況で、顔もなかなか認識してもらえないという中でこう選挙が行われたわけです。で、実際に自治体側から言うと、この投票所の在り方にものすごいコストもかかりましたし、実際にはそのものすごいリスクも抱えて、立ち会い人の方にも嫌がる方もいらっしゃる中、お願いしていったと、こういう問題が噴出している中で、選挙に投票に行くことは不要不急ではないという一言ではですね、私はちょっと片付けられないんじゃないかというふうに思います。これ数ヶ月経ちまして、で、特に私の地元なんかではちょうど感染が厳しくなってきた、増えてきた時に、で、亡くなられた方も出た時期がちょうど選挙期間にかぶってましてですね、かなり役所の方々も苦労されました。で、こういう状況をですね、まず一番の取っかかりとしては、問題点をちゃんと把握していますかというのが、今日の問いです。というのもですね、いろいろ漏れ伝え聞く声はあると思うんですが、これ現場の声をぜひオフィシャルでですね、公式に聞いていただきたい。実際にどういう工夫をされて、どういうことに困って、投票率はどうだった、で、実際に問題が出たかと、
これ私の地元ではそれがクラスターとなってという問題はもちろん起きなかったですが、仮にそういうことになった場合に対応するのでは遅いというふうに思いますので、これからこのコロナは長期化することがもう前提として持久戦をやると総理もおっしゃられてますから、こういう状況の中での選挙っていうのがこれ続くわけです。ですからまず正確な現状把握のためにそういう問題を把握するためのアクションをしているか、またしていただきたいということが一つと、こういうことを機会として選挙制度についてそもそも論として問うていくべきじゃないかということについてお聞きしたいと思います。斉藤政務官、時間が過ぎてますので簡潔にお願いします。はい、では簡潔に申し上げます。実態の把握につきましては各選管を通じまして、取り組んできたところでございます。で、様々な問題があったということも伺っております。でまた収束したタイミングでまた改めてしっかりお話も伺いたいと思っております。で、選挙運動やその選挙のその投票のやり方につきましてはですね、まさに今後各党各派においてですねご議論いただきたいと考えております。収束した後じゃなくてぜひ早くやってほしいと、もう地元の選挙にかかった人も山ほど言いたいことあるっておっしゃられてるんで、ぜひとも公式なヒアリングぜひやっていただきたいと思います。以上です。次に福田